それ前やったやん。前やったんはモナルシーダネオ3エリートで、ここカンガルーやってんけど、今回は全部人工比較のモナルシーダネオ3プロ。俺ネオ2プロずっとサッカーのレッスンで使ってて、今回同じぐらいの重さでちょっと履き口とか分厚くなってて、めっちゃ楽しみやから見ていきます。モナルシーダネオ3プロのレビューをしていきます。 YouTube でもインスタでもめっちゃコメントいただいてました。ネオ2プロよりちょっと全体的に広くなって履きやすくなったなという印象があります。ネオ2プロと同じぐらいの重さなんですけど、相変わらずめっちゃ軽くて履き口が柔らかくてね、ここは DS ライトっぽいなと。めさめさ軽い、約 185g ぐらいなんで、トップモデル含めてもね最高ランクの軽さで、足運びめっちゃいいっす。それでいってインサイドのマイクロファイバーもねちょっと分厚くなってる感じあるんですよ。ネオ2プロよりインステップのミートちょっと広く感じて当てやすいですね。モナルシーダネオ3エリートの時はそんな感じなかったんですけど、マイクロファイバーも少し分厚くてね柔らかい感じがします。ミドルモデルでこの横ステップの反発感はあかんやろっていうぐらい足運びのステップしやすいですね。でポイントのグリップもメーカー問わずね、ミドルモデルの中では最高ランクやろうと。めっちゃ飛べる。芝やからっていうのと新品やからっていうのもあるかもしれないですけど、ネオ2プロよりジャンプのバネ感はめっちゃ感じました。ジャンプの推進力欲しいっていう人は絶対おすすめっすね。ずっと言ってる履き口の柔らかさとかもそうなんですけど、ネオ2プロはちょっと前足部ね、こういう横ステップで細いから痛いっていうのあるんですけど、今回はね全然それがないっすね。インサイドもネオ2プロはね結構薄いんですけど、ネオ3プロはやっぱりちょっと分厚くて柔らかくてね、吸収感強くなった感じがして、止めていけるもやりやすいですね。インスタ直近のトラップ動画ですけど100万回超えてね、また3万6000人突破したんで、こちらもフォローお願いします。で前回の YouTube のモナルシーダネオ3エリートの動画もまた見てみてください。3本な。最近流行りのロングキック3本連チャンなんですけど、やっぱりね履き心地柔らかくて、さっきも言いましたけど前足部の硬さね全然なくなってます。めっちゃ蹴りやすいわ。まあ、人工比較なんでネオ3エリートみたいにふわふわとかまでは絶対いかないですけど、ちょっと柔らかくて広くてミートゾーン広いのは感じますね。低弾道内包すぎなんですけど、やっぱりタンの部分のねフィット感っていうのもめっちゃいいですし、全然動かなくてポイントのグリップもめっちゃ強いんでキックが蹴りやすいですね。ただやっぱ軽すぎる分インパクトはちょっと弱いですね。まあ、試合のロングキックとか困らないですけど、インパクトの弱さはネオ2プロでも結構感じます。インパクト弱いわ。まあ、軽くてね走りとかステップの部分ではノンストレスどころかウキウキでね走れると思うんですけど、キックではやっぱちょっとインパクト弱いなって感じる人も多いんちゃうかなと。それぐらいの軽さっすね。相変わらずモナルシーダはカーブ自体もかけやすいと思います。ミズノはねやっぱ全般的にカーブかけやすいです。続いてトラップ、トラップもサッカーの個人レッスンでネオ2プロで結構受けることあるんで分かるんですけど、マイクロファイバーのね中足部インアウトやっぱり吸収感増してますね。
履き口の分厚さもちょっと影響してるんかもしれないんですけど、スポンジ感というかクッション感がね増してる気がします。で、僕はトラップしやすいと思いました。前足部も足なじみね、内側からも柔らかさ感じます。なんかネオ2プロはね、細いしちょっとキンキンしてる感じあったんですけど、そんな感じもなくね、履き心地もええなぁと。なんかうざい分厚さとかまではいかないっすね。低弾道もカーブも内房っすよね。モナルシーダーはやっぱりこういうドリブル練習もそうですけど、練習用としてはね、神スパイクだと思ってて、しかもネオ2プロよりちょっとグレード上がってるなというふうに今回感じてますし、前足部の柔らかさとか分厚さも僕はめっちゃちょうどいいなと。ネオ2プロはちょっと細いし硬いなっていう印象あったんで、それでもネオ2プロも最高でおすすめしてたんですけど、インソールのグリップもね全然弱くないです。こういうボールタッチしてても一個一個足運び軽いんで、やっぱりスパイクの軽さっていうのは重要やなっていうのをレビューしててね常々思います。まあほんまに全ポジション練習用としても、まあ、試合用としても全然いけると思いますし、まあ、ただインパクトは弱いんで、センターバックのロングキック蹴る人とかシュートにフォーカスしてるフォワードの選手とかはちょっと物足りないかなと。軽くて前への推進力もモレリアネオ4とかモナルシダネオ3エリートみたいなぐらい感じますし、ちょっとこれ汗かいてきてね、履き口が汗で濡れたことによってさらにフィット感が増して、しっとりした柔らかい履き心地でねめっちゃいいです。でネオ2プロのかかとの高さいないやろって思ってたんですけど、見た目的にも感触的にもかかとの低さはね今回絶対感じます、いい意味で。ポイントのグリップはアルファより僕はネオ4とかこのモナルシーダネオ3とかのねポイントの方が好きかなと。めちゃめちゃ推進力感じます。どうやった？これはネオ2プロより絶対履き心地が柔らかくてでも軽くてキックも蹴りやすくなって、ネオ2プロがちょっと薄くて硬いっていう印象あったんやけど、それが全然ない。俺こう履き口がちょっと広いのは、広く感じるのは嫌いな人もいるかもしれんけど、かかとも絶対この低さの方がいいわ。ありがとうございます。これは人気です。